き塾ラジオドラマ劇場。この番組はシニアミュージカル劇団発起塾が制作したシニアのためのラジオドラマの時間です。皆様にラジオドラマの楽しさを体験していただけたらと思いお送りしています。このドラマの脚本出演者はすべてこの番組を作るために集まったシニアの仲間ばかりです。シニアといっても侮ってはいけませんよ。シニアにしか出せない味がありますからね。本日10月10日は発起塾18回目のお誕生日なんです。このお誕生日の人、来週17日の2回にわたって放送されます。では早速ラジオドラマを聞いていただきましょう。最初のお話のタイトルは席の番人です。ドアが閉まります。駆け込み乗車ご遠慮ください。遅刻免れた。空いてる席は、あ、優先座席空いてた。ここ優先座席なんですが。もちろん知ってるわよ。この席は妊婦さん、乳幼児連れの方、お年寄り、体の不自由な方、そして辛い出来事があった方だけしか座れません。だけしか座れないって、優先座席に座るのにそんな厳しい掟あった？それに辛い出来事があった人って初めて聞いたわ。ご存じなかったのですか？知らなかった。はあ、あなたのような無知な人がたくさんいるから私は忙しい。あなた鉄道関係者？いいえ、私は席の番人です。そんな職業の人いたっけ？とにかくあなたにはそのどの条件にも当てはまらないのだから、この席に座る資格はありません。はいはい、朝から変な人に会ったもんだわ。変な人とは何です？変な人とは地獄に見。あなたが何を思ってるかぐらい私にはすべてお見通し。じゃあその資格がある人が乗ってこられた時に代わってあげてもいいんじゃない？ダメです。どうして？大きなお腹の妊婦さん、松葉杖の方ならわかるでしょうが、まだお腹の大きくない妊婦さん、極度の腰痛の方、一日中立ちっぱなしの勤務で足が棒の人、立ってられないぐらい辛くて悲しい出来事があった人、あなたは見つけることができるのですか？そんなに怒らなくても。世の中には心身ともに辛い思いをされている方がたくさんいらっしゃるのです。そんな方たちにこの席で少しでも癒していただこうと私は日々頑張ってるのです。あ、たた私今腰痛で。嘘、あなた会社の帰りにスポーツジムに寄るおつもりなのでは？え、なんでわかるの？スポーツジムのバッグお持ちです。しまった。今隠しても手遅れです。そうだ、私婚活うまくいかなくって。ダメダメ、そんなことは辛い出来事のうちには入りません。やっぱりこの優先座席にお座りいただく資格はございません。おっと、2両目の優先座席でトラブルが。あなた、私がいなくなっても決してここでお座りになりませんように。消えた。一体何者？それにしてもここに空いてる席があるのにずっと立ってろっていうの？座ろうっと。
あなたには座る資格がないと言ったでしょ。うっ、はや。優先座席に座っておられる若い方に注意したら、すぐに席を立ってくださいました。スマホに夢中でお年寄りの方に気づかれなかったようです。世の中なかなか捨てたものじゃないと思ったら、あなたは何ですか？まだわからないのですか？うるさいな。立ってればいいんでしょ。立ってれば。そんなに切れたら今日一日面白くないですよ。おっと、また6両目で困ったことが起きたみたいだ。ああ、今日は忙しい。また切れた。どうしよう。でもまたさっきみたいに怒られるの嫌だしな。そうです、それでいいのです。あなた本当に何者？席の番人と言ったでしょ。先ほどの6両目の優先座席ですが、 2,3 人の高校生がお菓子を食べながら楽しそうにゲームをしておられました。学生が優先座席に座るなんて厚かましい。楽しそうでしたが、優先座席にお座りいただく資格はない方たちですので、ご注意申し上げました。素直に聞いてくれた。まあ、しぶしぶ立たれて移動されたんですが、次のお客さんが座れないくらい、そこかしこにおやつの食べかすや空き缶が散乱していて。親のしつけがなってない。大きな声を出さないで。あ、ごめん、電車の中だった。きれいにするのに苦労いたしました。見てください、このゴミ。なんで番人さんが掃除までしなきゃならないの？皆様に気持ちよく目的地に着いていただきたいからです。そんなに一生懸命働いたら倒れちゃうよ。気遣っていただいてありがとう。今度は3行目だ。ちょっとあなた、これお願いします。え、また？ちょっとこれどうするのよ、ゴミ袋。はあ、ほんと迷惑。なんか遅いわね。あ、戻ってきた。ねえねえ、次はどんなことがあったの？それが最初は席の譲り合いでよかったのですが、とても頑固な方たちで。どうぞ。いえ、私は。どうぞ、あなたがおかけください。とんでもない、私は立っていても平気ですから。どうぞ、あなたがおかけになって。ちょっと、人が親切に席を譲ってあげたというのに失礼な人ね。私より年配の方から席を譲っていただくほど私は弱っておりませんわ。年配って誰のこと？どう見てもあなたは私より年いってると思いますけど。まあ失礼な。あなたこそ。どっちが？どっちがよ。いいから座んなさいよ。あんたが座んなさいよ。あんたって誰のことよ。あんたのことよ。いたたたたた、ちょっと何すんのよ。痛いじゃないの。痛いわよ。いいから座んなさいよ。こうなったら意地でも座りませんからね。と席の譲り合いで大喧嘩が始まったのです。席譲られたら私ならさっさと座らせてもらうのに。お二人とも引っ込みがつかなくなったんでしょう。で、どうなったの？ふと目に留まったんです。何に？私のお腹に赤ちゃんがいますっていうカードをつけておられる妊婦さん。そんなカードあるんだ。で、その妊婦さんに空いている席におかけいただき一件落着。席を譲るのも譲られるのも難しいわね。まもなくひばりが丘、ひばりが丘、東西線は乗り換えです。私降りなきゃ。これからは番人さんの仕事増やさないように電車に乗るときは気をつけるわ。よほどのことのない限り優先座席には座らないよ。約束する。ドアが開きます、ご注意ください。あ、ゴミ袋。このゴミ袋は捨てといてあげるよ。さようなら、万人さん、頑張って。ありがとうございます。またのご乗車お待ちいたしております。
さてと、これからどんな困難が待ち受けてるのやら、私は負けませんよ。脚本山下優子、監修秋山俊太郎、演出山口博明、出演初子、白畑貴子、席の番人田中菊子、年配 A 山下清子、年配 B 真野康子でお送りしました。ありがとうございました。タイトルは社長の夢です。山田さん、社長の容体は？それが緊急手術は成功したんだけど、意識がまだ戻らないんです。一体何があったのよ？社長がコンビニでキャラメルを買おうとおっしゃって、車から降りたところを猛スピードの自転車にはねられてしまったんです。社長は転んだ拍子に頭を強く打ってしまって。運転手のあなたがついていながら、どういうことよ？そうよ、なんであなたが買いに行かなかったのよ？すみません、社長がどうしてもご自分で買いたいとおっしゃったものですから。それでお医者さんは何と言ってるの？それが助かる見込みは五分五分だそうで。なんてことなの。あ、そうだ、先生から身内の人を呼んだ方がいいと言われたんです。なんでそれを早く言わないのよ。だって社長には身内はいないって聞いていたから。山田さん、これからすぐに出かけるわよ。どこへ？説明している暇はないわ。山田さん、行くわよ。は、はい。次の交差点を左折してください。社長はね、母子家庭で育ったのよ。お母さんは病弱で、社長が中学を卒業するのを待っていたかのように亡くなってしまったの。わあ、苦労されたんですね。天涯孤独となった社長は、中学を卒業した後、神戸のレストランのコック見習いとして住み込みで働いたの。社長はそのレストランで10年間修行した後、若干25歳で今の会社を立ち上げたのよ。それも最初は一人でおにぎり弁当を作って自転車で売って回ったの。それが今は30店舗を有する立派な会社に。それでこれは昨日社長から聞いたばかりなんだけどね。佐竹です。社長お呼びでしょうか？佐竹さん、そこに座ってちょうだい。はい、失礼します。佐竹さん、秘書として知っておいてほしい話があるの。はい。実は私には小学2年生になる8歳の娘がいるの。今は夢ヶ丘の養護施設に預けている。そうなんですか。私が20歳の時、婚約者が交通事故で亡くなってしまったの。まあ、でも私はその時妊娠していて、自分の意思で子供を産んだの。けれどコック見習いで住み込みの身では子供を育てることができず、団長の思いで子供を施設に預けたのよ。おつらかったでしょうね。一日でも早く迎えに来たかったんだけど、会社の立ち上げをしたりしたものだから、これまで迎えに行けなかったの。でも会社もやっと落ち着いてきたから、明日の午後娘を迎えに行くつもりなの。やっと一緒に住めるんですね。ところでお嬢さんは社長のことをご存知なんですか？年に一度クリスマスのおばさんとして会いに行っていったから、顔だけは知っていると思う。次の交差点を右折してください。じゃあ今向かっているのが？そう、その子がいる施設よ。じゃあ今朝のキャラメルは？娘さんはキャラメルが大好きだって社長から聞いたわ。きっとお土産だったのね。社長は娘さんと一緒に暮らすことを夢見て今日まで頑張ってきたのに。ああ、なんという運命のいたずら。それからね、社長がぜひともやりたいことがもう一つあるの。
何？これも昨日社長から聞いた話なんだけどね。私が中学に入った時、母親が病気で仕事に行けなくなってしまったの。家が貧乏だったから、私は学校にお弁当を持っていくことができなかったの。食べ盛りなのにおつらかったでしょうね。でもそんな私に担任の先生が気づいてくれて、先生のお弁当を分けてくれたのよ。先生からお弁当を分けてもらうのが中学を卒業するまで毎日続いたの。そのお弁当というのが先生のお母さんが作ったお弁当で、とても美味しかった。私はその時のお弁当の味が忘れられなくて、今のお弁当屋さんを始めたのよ。じゃあ、その先生のお弁当が当社で売っている弁当の原点なんですか？それで、これは私の夢だったんだけど、貧困家庭の子供たちにおにぎり弁当を配る NPO 法人を設立したいと思っているの。もちろん、お弁当は当社が無償で支給することになるわね。社会貢献ですね。私にとっては、社会への恩返しね。社員にとりましてもやりがいがあります。ありがとう。それでね、あさってはその中学の時の先生をお尋ねして、 NPO 法人の理事長就任をお願いしようと思っているの。いい話ですね。二つの夢がやっと叶うという時になって、こんなことになるなんて。社長には何としてもご回復していただかないと。目的地に着きました。ガイドを終了します。谷口さん、社長の容体は？あ、佐竹さん、まだ昏睡状態のままなの。お医者さんから呼びかけてあげてくださいと言われたので、呼びかけてはいるんだけど。のぞみちゃん、お母さんに声をかけてあげて。でもお母さんはね、あなたと一緒に暮らすことを夢見て今日まで頑張ってきたの。そして今日あなたを迎えに行く予定だったのよ。のぞみよ、お願い、目を開けて、のぞみを一人にしないで。のぞみ、のぞみ、お母さん、のぞみよ、お願い、目を覚まして。のぞみ、なんであなたが。お母さん、この人が私のお母さんだったらいいなってずっと思っていたの。私の夢が叶ったわ。のぞみ、ごめんね。お母さんを許してね。でもなんでもっと早く迎えに来てくれなかったの？ずっとお母さんが迎えに来てくれるのを待ってたんだから。のぞみ、脚本黒住康春、監修秋山俊太郎、演出久野麻子、出演佐竹本田美希代、谷口天馬心音、山田浮田小杖、のぞみ亀の子楽し、社長村川幸代でお送りしました。タイトルはお食事券です。お姉ちゃん、おはよう。おはよう。まさみ、トーストを焼けてるわよ。ごめん、食欲ない。ちょっと急ぐからもう行くわ。大丈夫？顔色悪いわよ。行ってくる。行ってらっしゃい。気をつけて。うん。あ、まさみ、お食事券分かってるわね。え？お食ってなぜお姉ちゃんが知ってるの？私しか知らない極秘の話なのに。どうぞ。お呼びですか？まあ座って。はい、
長年私の元で経理を担当してくれていたあなたを見込んで頼みがあるんだけど。私にですか？この会社にこの金額を振り込んだように入力してくれない？拝見します。2000万？大きな声を出さない。これはもしかして架空取引？それ以上の詮索はしない。引き受けてくれたら出世と本社勤務は保証する。しかしあなた確かお母さんの介護があるから転勤は困ると言ってたでしょ。もし断るならわかるわね。お母さんや一緒に介護してるお姉さんを悲しませたくはないでしょう。一日考えさせてください。あらららら、坂本さん、おはようございます。 おはようございます。お母さんの具合どう？ありがとうございます。食欲もあって元気です。そう、よかった。お姉さんもいてくれるから安心ね。一人で介護するなんて身が持たないからね。はあ。一番線電車出発します。駆け込み乗車はおやめください。お姉ちゃんだけに介護を任せるなんて無理よね。どうしたらいいんだろう。引き受けて会社にとどまるか、それとも。自分の気持ち大切にしてね。転職か。いらっしゃいませ。え、まさみ、久しぶり。お久しぶりです。いいですか？どうぞ入って。何度かこのお店の前は通ったんですけど、なかなか入れなかったんです。会社はいいの？はい、いいお店ですね。ありがとう。3年かかってなんとか思っていた感じになったかな。北欧雑貨のお店か。ゆっくり見てって。でも先輩が銀行を辞めて雑貨店をやるって聞いた時はびっくりしたな。出世頭で役員も夢じゃないって。やめてよ。よく思い切りましたよね。ご家族反対したんじゃないですか？騙されてるんじゃないかって、寄ってたかって言われたわ。だけどなぜ銀行を辞めようと思ったんですか？8年前融資担当になったんだけど、景気がいい時と悪い時でまるで人格変わったみたいな対応しなくてはいけないじゃない。融資をしなかったために潰れた会社もたくさんあるし、人を不幸にする仕事なんて耐えられなくなって。そうですか。まさみはどうなの？そういえば最近まさみの会社結構いろいろ噂聞くけど。上のことはわかりません。あ、そろそろ帰ります。ありがとう、来てくれて嬉しかった。今度飲みに行こう。はい。気をつけてね、まさみ。え？自分の気持ち大切にしてね。引き受けてくれたら出世と本社勤務は保証する。あなた確かお母さんの介護があるから転勤は困ると言ってたでしょ。もし断るならわかるわね。お母さんや一緒に介護してるお姉さんを悲しませたくはないでしょ。出世と本社勤務か。まさみ、いつもありがとう。あんたは学校の成績はもう一つだったけど、嘘をつかず真面目に一生懸命頑張る子だった。母さんはそれが自慢だったの。自分の気持ち真面目に大切にして。母さんはそれが自慢だったの。大切にしてね。汚職事件よ、わかってる？断る。断ろう。いざとなったら会社を辞めればいい。やっぱりこそこそ生きるのは嫌。おはようございます、坂本さん。部長は？え、第三会議室ですけど。失礼します。ただいま。おかえり。あら、なんか機嫌がいいわね。そう？お姉ちゃんお母さんの体調どう？うん、食欲もあったし体操も少ししたし。そうそう、もらってきてくれた？
何を？リストランテボーノの割引券に決まってるでしょ。え？だから言ったじゃない、朝お食事券って。お食事券、お食事券、お食事券。まさみの会社、あの有名なレストランのリストランテボーノ買収したんでしょ。だから3割引きの券がもらえるって言ってたじゃない。お食事券か。何がそんなにおかしいの。あさってなのよ、予約してるんだから。わかったわかった、明日必ずもらって帰るから。乾杯。これアンティパストって言うんだっけ。どれも美味しいわね。妹さんの会社のレストランだから3割引きなんてラッキーだわ。それぐらい役に立ってもらわなきゃね。そういえば長官に妹さんの会社汚職事件で捜査されたって出てたけど。そんなの仕事できる人でしょ。あの子なんか関係ない関係ない。そうなの。わあ、このタイのアクアパッツァ美味しいね。え、美味しい。脚本亀の子たわし、脚色秋山俊太郎、演出久野麻子、出演坂本雅美、川村清美、雅美の姉ひろ子、小川由美子、雅美の上司杉田智子、ひろ子の友人ゆ雪永千里、まさみの母前川真知子、まさみの先輩美希子、高岡直子でお送りしました。タイトルはセミの声です。ミンミンゼミのみーちゃん、おはよう。婚活は順調？アブラゼミのあーちゃん、おはよう。ダッサイな着方のオスばっかりでうんざり。より好みしちゃダメよ。適当なところで手を打たないと死ぬまでに卵を産めないわよ。でも焦って変なオスを選ぶのは嫌だわ。いい？私たちセミは成虫になってから7日間しか生きられないって言われてるのよ。あら、私なんか生活習慣をきちんとしているから、卵を産んでも20日も生きてるわよ。あ、春ゼミの春さん、おはようございます。20日も生きてらっしゃるなんてすごい。尊敬。あれは昨日成虫になったつくつく帽子のツーちゃんね。皆さん、大変です。どうしたの、ツーちゃん。想像しいわ。去年成虫になったメスのセミが生きて発見されたんです。信じられない。どういうことなの。聞いた話では人間に何か薬を注射されたみたいです。それで研究所から逃げ出してきたんですって。本当？長生きできるんだったら私も注射してもらおうかしら。冗談じゃないわ。怪しげな薬でセミを長生きさせるなんて許されない。神への冒涜よ。あーちゃん、落ち着いて。去年成虫になったセミが今年まで生き延びていたところで、失礼だけどもう飛ぶこともできないんじゃない。それがですね、あ、来ました、あのセミです。あら皆さん、はじめまして、日暮らしのひでこです。よろしく。なんて若々しくて美しいの。飛び方も軽やかよ。ねえねえひでこさん、去年成虫になったって本当なの？ええ、そうよ。どうしてそんなにお若いんですか？知りたい？そもそも人間がね、不老不死の薬を研究していて、私たちセミにある菌を注射して
薬を作ろうと考えたの。その菌のおかげで最強の力を身につけたスーパーゼミになったの。へー、それで人間は私たちに卵を何度も産ませたの。何度も？このまま死ぬまで人間のために卵を産み続けるなんて嫌だって思うようになったわ。そりゃそうよ。研究所の窓から港が見えてね、大きな船が止まってたの。ある晩仲間と一緒に逃げ出して船に潜り込んだわ。船に乗って世界を回っていろんなものを見て。世界って何？それいつまで続けるの？わからない。多分死ぬまでよ。人間には感謝しないとね。さあそろそろ行かなくちゃ。きっともう皆さんとは会えないわ。ごきげんよう。行っちゃいましたね。波乱万丈な生き方ね。私たちには到底無理な話よ。どう頑張ってもこの冬まで生きられないもの。そんなに悲観的になることはないと思いますよ。どういうこと？誰だって限られた命を精一杯生きているんです。虫も人間も同じです。でも長さが全然違うじゃない。私たちは卵を一回産むだけで命が終わってしまうのよ。それもまたある意味幸せなんじゃないでしょうか。私、本当言うとね、卵なんか産まなくてもいいと思ってんのよ。卵を産まなかったら何をするの？わかんないわよ。今までそんなこと考えても見なかったもの。自分の一生は自分で決めるってことですね。私もこれからどうして生きていくか考えてみよう。そうですよ。ハルさんなら薬なんか使わなくてもまだまだ元気で長生きできますもの。私たちのお手本になってください。私は年取ってまで生きようとは思わないわ。ちょっとハルさんに失礼よ。いいのよ、他のセミの真似しなくてもいい。それぞれの生き方があるってことがよくわかったわ。あら、またオスが泣き出したわ。あの、11時から合コンがあるんですけど、行きます？はい。ハルさん、私たちこれで失礼します。いいオスと出会えることを祈ってるわ。ありがとうございます。ハルさんは今からどちらへ？とりあえず、あの池の向こうまで行ってみるわ。一度行ってみたいと思ってたのよ。では、お気をつけて。さようなら。さようなら。さあ、私も出発しよう。よかったら、ご一緒させてくださいませんか？え、あなた誰？ハルゼミのハルキと申します。私みたいなおばあさんでいいの？多分僕の方が年長者です。去年から成虫ですから。ああ、そうだったの。じゃあ、行きましょうか。脚本、勝見みどり。監修、秋山俊太郎。演出、久野麻子。出演、日暮しの秀子、大江ひろみ、ミンミンゼミのみーちゃん、赤松明美、油ゼミのあーちゃん、亀の子たのし、つくつく帽子のつーちゃん、村川幸代、ハルゼミのハルキ、徳田博史さん、ハルゼミのハルさん、松下恵子でお送りしました。次のお話のタイトルは、ここはどこです。では向井さんにお尋ねします。ボービージャパンのこれからの使命についてどのようにお考えかをお聞かせください。当カンパニーのミッションはクライアントに最適なソリューションをする、すなわち
デリバティブしていくことだと考えております。では、最後に会社をどのように成長させていきたいのかお話しください。やはりリニアに上げていく。そこが一番クリティカルなことですね。貴重なご意見ありがとうございました。本日はボービージャパン株式会社代表、向井さんをお迎えして外資系企業のこれからの展望をお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた来週。なんやねん、今の話さっぱりわからんがな。ここは日本やぞ。あなた、じっと聞いているからわかってると思ってましたわ。ほんまに胸くそ悪い番組やった。じゃあすぐに切ればよかったのに。ねえ母さん、私の真っ赤なパンツ知らない？ああ、まだ乾いてなかったからもう一度干そうと思ってカゴの中に入れてあるわ。そっか、仕方がない。じゃあベージュ履いていくよ。花子、還暦でもないのに赤いパンツ履いてるんか？いやだお父さん。あなた、パンティーと間違ってない？そうや、ズロースのことと違うんかいな。スラックスのことですよ。ああ、長ズボンのことかいな。いつからそんな呼び方になったんや、紛らわしい。お母さん、柔軟剤変えた？ああ、ちょうどなくなっちゃったから家にあったのを使ったんだけど。私、フローラルエレガントアロマロマンスの香りが好きだっていつも言ってるでしょ。そんなわけのわからん匂いどうでもええがな。わしはユズの香りが一番ええわ。あ、そうそう、私今晩女子会だから夕食いらない。女ばっかりやったらどんなもん食うねん。今日はイタリアンよ。アクアパッツァとアマトリチャーナがとても美味しいお店を予約しているの。はあ、どいつもこいつも外国かぶれしよって。せっかく花子梅子中日本人らしい可愛らしい名前付けだったのに、日本人やったら寿司食いに行き。何よ、いいじゃない。何やと？あ、そうそう、あなた先日買ったデジカメなんですけど、使い方がどうしてもわからないところがあるの。見てもらえます？そんな時は説明書を読んだらええねん。貸してみ。ファンクションの表示プラスムービーオートモードで撮るシーンのアイコン、アスペクト比を変える、グリッドラインを表示、クリエイティブショット、デジタルテレコンバーターを使う。わかります？私もさっき説明書読んだんだけど、横文字だらけでなかなか理解できなくって。説明書までも外国かぶれしようって、何人が使おうと思ってんや。そんなにカリカリしないで、血圧上がりますよ。腹の立つ。私、カメラを買った電気屋さんに聞いてきます。わしもちょっと出かけてくるわ。え、あ、はい。いらっしゃい。あら、お珍しい。あ、ここはええわ、ほんまに落ち着く。おかみ、熱燗とおでんの大根とちくわ頼むわ。はい、さあどうぞ。しげさん、ほんとお久しぶり。そうやな。あ、おとととととととこの昭和の古いままの店と、おかみ見たらなんかホッとするわ。あら、古くて悪かったわね。嫌味で言うたとちゃうで。ここは日本の国やっちゅうねん。日本人やったらしっかり日本を使いってこと。さあ、どうぞ。おっと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 、この汚いお品書き見てもホッとするわ。枝豆、軟骨唐揚げ、炙りしめ鯖、
タコはさ、日本語ばっかりや。ずっと見てても飽きひん。うちは古い居酒屋だから、ほとんど日本語ですわ。おつまみ、何か出しましょうか。そやな、焼き鳥と熱燗おかわり。はい。ところで、おかみは年なんぼや。いやだ、女の人にそんなぶしつけな質問をして。すまんすまん、わし62やねんけど、おかみ還暦過ぎてるんか。まあ奇遇、しげさんと同い年よ。それぐらいやと思ってて。やっぱり昭和20年代生まれが一番ええな。いらっしゃい。あ、ハロー。What can I get you to drink? Beer, please. Okay. おかみ。Bonsoir, madame. Bonsoir. Annyeonghaseyo. Oseoseyo. Hola.Hola, buenas noches. Wan shan hao. Wan shan hao. Dobri vechel. Dobri vechel. うちみたいなレトロなお店が珍しいって。最近やたら外国のお客さんが多くなってね。日本語だけじゃ追いつかなくなっちゃったのよ。そうか。脚本山下優子、監修秋山俊太郎、演出山口博明、出演夫茂雄、田中一生、妻俊恵、川端吹子、長女花子、町田文、次女梅子と会社代表向井、国井藤子、テレビの司会者角谷康子、居酒屋のおかみ山口幸恵でお送りいたしました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。シニアによるシニアのためのラジオドラマ劇場でした。発起塾ではこの番組を盛り上げていただけるラジオドラマ講座生を募集しています。50歳以上の初心者の方でラジオドラマの脚本を書きたい方、声優をやってみたい方を受け付けています。いくつになっても新しいことに挑戦です。興味のある方、ぜひやってみたい方はシニアミュージカル劇団発起塾のホームページをご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは発起塾のオリジナル曲を聴きながらお別れです。